歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年9月自身の SNS を更新、息子勸玄君と三越を訪れ発見したものについて綴った。この日團十郎さんはとりあえず三越行こうかというタイトルでブログを更新し、勸玄君と手をつないだ写真を公開。勸玄君から行きたいと言われたことを明かし、マジかと綴った。続けてグランド成功と題したブログでは、おお團十郎襲名モデルあったと自身の13代目市川團十郎襲名を記念した限定モデルの腕時計を発見したことを報告。海外ではほぼ完売らしっす、日本はまだあると。腕時計を見つめる勸玄君の後ろ姿とともに説明し、え、買うの?と綴りブログを締めくくっ